千手観音菩薩像を描いた油絵です。仏様の優しさや落ち着いた雰囲気が絵の中からこちらまで伝わってきます。今ここには53点の油絵が並んでいます。アートギャラリーでは今日から草原会愛媛支部による絵画展が始まりました。草原会というのは古くからある美術団体の一つです。写実的なことで知られている日展の流れを組んでいます。今回は草原会愛媛支部の代表の渡辺良恩さんにお越しいただきました。渡辺さん、よろしくお願いします。渡辺さんは草原会に入って40年になります。渡辺さん、草原会の一番の特徴というのが屋外で描くことが多いということなんですけれども、その効果は絵のどんなところに現れているんですか？そうですね、外に出て作者が肌に感じた光と空気が表現されておると思います。その作者の心を感じていただければと思います。はい、作者自身が感じた光や風が絵に現れているんですね。それが見るこちらにはどんな風に伝わってくるんでしょうか。では早速作品を見ていきましょう。まずこちらに冬の花が展示されているんですね。赤が綺麗ですね。描かれているのは松山市の花でもあるヤブツバキです。本当に絵の中で花が浮き立っているように見えるんですけれども、これも屋外で描いたんでしょうか？はい、作者の神戸さんに聞きますと、裏庭にイーゼルを立てて描いたと伺いました。この絵の見どころは半分を暗くして、椿の輝きを強く出したことと、もう一つは寒い冬の中で咲く凛とした椿の鋭さを出すためにペインティングナイフで力強く描き上げた、そういう良さがあるんではなかろうかと思います。ペインティングナイフの技法で凛とした雰囲気まで表現できるんですね。そうですね、はい、では今度は風景画に行きましょう。隣に行きます。棚田が100個細かく描かれています。光が反射して本当に綺麗ですね。そうですね、作者の川津先生はこの草原会でも一番長くもう50年も描き続けている方ですが、神灘の山の方から海に向かって、描いた絵と思います。神灘というのは二見町の神灘ですね。そうです、そうです。その複雑な棚田の形と組み合わせを上手に考えて、その複雑さを統一さすために赤で主張色を取って全体をまとめて仕上げておるというところに良さがあるんでなかろうかと思います。全体にこう赤い色を配色しているわけですね。で、昨日作者に伺ったんですが、この部分、顔を横にかしげてこう横から見ると仏様の衣のひだに見えるようにイメージして描いたとおっしゃっていましたが、で、こういうふうに風景を見て連想したことを絵にイメージとして込めることもあるんですか？そうですね、作者は目の前にあるものをいろいろな心を使って連想し想像して描きますから、それが絵に出ておるというのが分かれば楽しい見方になると思います。はい、じゃあ今度は渡辺さんの作品を見に行きましょう。渡辺さんはよく地元の東温市を描かれてるんですよね。こちらです。はい、私東温市に住んでおりますが、東温市は山も町も素晴らしい美しい場所がたくさんありまして、イーゼルを下げて、よく描きに出ます。これ家の近くですか？はい、これは東の方、家の東の方にある東谷の風景ですが、水田の準備をしておる6月頃の風景です。人工的な屋根の輝きと自然のみずみずしい若葉の色と、その初夏の空気を出そうと思って描き上げた作品です。はい、光と風があふれている感じがこちらまで本当に伝わってきますね。じゃあ最後に絵の魅力について伺います。渡辺さんご自身が絵のどんなところに魅力を感じていますか？そうですね、絵を描くということは世事を離れてもう色と形で、没頭して美を追求する、そういう良さと、写実が主ですから、雪が降れば雪を追われて山へ、
花が咲けば河原へ花を求めて出ていく、その美を求めて発見していく、そういう楽しみと油と色とで絵を仕上げていく、その楽しみの2つがあります。見に行って発見する喜び、そしてそれをまた絵に描く楽しみと2つ楽しみがあるんですね。そうですね。今日はどうもありがとうございました。絵画展は今週の日曜日まで NHK1 階のアートギャラリーで行っています。ぜひお越しください。